エゼル・バイツマン、エゼル・バイツマン、1924年6月15日から2005年4月24日は、イスラエルの政治家、軍人、第七代国防省、第七代大,大統領歴任、イスラエル空軍,軍、イアフの父と言われる。イギリス統治時代のパレスチナ、テルアビブに生まれ、ハイハで育った。父は、農業経済学者であり、また、 イスラエル初代大統領を務めたハイム・バイツマンは、おじにあたる。レアリ高校を卒業後、レウマ・シュバレッツと結婚し、二人の子供を設けた。息子の一人シャウルは、エジプトとの消耗戦争で銃弾を受け重傷を負い、その後1991年には、彼の妻ラケルと共に交通事故で亡くなっている。バイツマンは1942年、ナチスドイツに対抗するために、 イギリス陸軍に入隊し、エジプトトリビアで展開された西部砂漠方面作戦にトラックドライバーとして従軍した。その後1943年にイギリス空軍 RAF に転じ、ローデジアの航空学校で演習を積んだ後、1944年にインドの戦地に赴任した。その後、空軍軍曹で RAF を除隊した。除隊後は、 1944年から1946年までビル軍のメンバーとして活動し、さらに1946年から1947年にかけてはイングランドで航空工学を学び、戦闘機の操縦をメッサー・シュミット、チェコスロバーで生産されたバージョンとスーパーマリン・スピット・ファイアで学んだ。第一次中東戦争でハガナーの戦闘機パイロットとして活躍したバイマンは、 イスラエル空軍の父と呼ばれるようになる。この時彼は、イスラエル南部の機物のネゲブ飛行隊の飛行隊長だった。1948年5月、チェコスロバキアのチェスケーブジェヨビツェ空軍基地で、アビア S-199 の操縦を学んだ彼は、イスラエル最初の戦闘機部隊である、第101飛行隊に配属され、イスラエル空軍発の戦闘機による対地攻撃作戦を、 テルアビブ南部のアドハロームーに向かうエジプト渋滞に向けていったほか、1949年1月7日には、警察のために領空侵犯してきたエジプト軍のスットファイアと、ホーカーテンペストの2機種計14機からなる編隊を、イスラエル空軍のスピットファイア、4機あるうちの1機を、操縦で迎撃した。イスラエル建国後は、国防軍、IDF に入隊。 参謀本部の作戦部長に就任した。また、1951年には、イギリス空軍式爆料大学に留学し、帰国後は、イスラエル空軍で、初めてのクロスターミーティアの操縦士となった。バイツマンは1958年から1966年まで、空軍総司令官として、指揮に当たった後、IDF の参謀副長となった。 彼は1967年6月の6日間戦争において作戦部長としてアラブ連合軍に圧倒的勝利を収め、少々として高い信頼を得ることとなった。彼はエジプトの空軍基地に早朝の奇襲攻撃を仕掛けることを提案し、その結果戦場となった市内半島において全面的にほぼ有利な状況を作り出した。バイツマンは その後1969年まで参謀副長を務め、軍を退役した。退役を決断したのは、自身が IDF の最高ポストである参謀総長へ承認する見込みがないと分かったことが理由とされている。バイツマンは除隊後、ベナヘム・ベキンを党首とするウハ政党が春に入党した。第三次中東戦争の際には、レビエシコル首相率いる巨国一致内閣で、 運輸省として入閣を果たし、1970年にガハルが連立政権を離脱するまで同職を務めた。1972年に一度ガハルを脱党するが、1976年に復党。この時にはガハルは合同などを経てリクードとなっていた。1977年に成立したメナヘム、ベ北京内閣では国防省に任命される。彼の任期中には、 1978年にリタニ作戦が行われたほか、IAI ラビ戦闘機の開発が開始されている。次第に恩恵派となっていったバイツマンは、エルサレムを訪問したエジプト大統領、アンワルア、イコールサーダーととも親睦を深め、この両交関係は1978年のエジプトとの平和条約を結ぶための金庫、デイビッド合意の際に大きな決め手となった。 1980年5月、バイツマンは政府を離れ、モーシェダヤン、ベギン内閣に外相として入閣するも、ベギンとの意見対立が原因で、前年、1979年に外相を辞任とともに、新たな政党を立ち上げる子を核策した。しかし、この新政党計画は4年間にわたって保留となり、その間に彼はビジネスの世界に足を踏み入れることとなった。 1984年、彼は、ついに新政党、ヤハド、ヤカットを立ち上げ、同年の総選挙では三議席を獲得した。その後、挙国一致政権となったシモンペレス内閣、イツハク、シャミル内閣に参画した。1986年10月、ヤハドは、ヨシサリごと、マパム一派、後のメレツが、挙国一致に反対し、党を去った後のアラインメント党と合流した。 1984年から1990年にかけてはアラブ問題担当大臣科学技術省を歴任した。また1992年には自身が所属するアラインメント党が労働党となった。バイツマンは1993年5月13日にイスラエル大統領に就任した。彼は在任中しばしばヒズボラやハマスの テロ行為によって負傷したり死亡した兵士の家族の家庭を訪問し死を言ったんだ。また、負傷した兵士が入院する病院にも頻繁に訪れ兵士たちを激励した。しかし彼のインフォーマルで率直な物言いは物議を醸すこともあった。イスラエルでは大統領は国民の代表であり中立が求められる形式的な地位の側面が強いが、 バイツマンの行動はそれまでの大統領の監修とは一線を隠していた。1996年には平和プロセスを実現させるためパレスチナ解放機構、PLO のアラファート議長をカイサリアの自宅に招き、また1999年には当時のパレスチナ解放民主戦線、DFLP 指導者、ナイハワトメと会イ、私は平和のためなら、 悪魔とでも話す準備があると発言したとされる。また、ラン高原からの軍撤兵を公に語っていたこともあり、右派政党からは厳しく批判された。1999年の末、新聞報道により、バイツマンが大統領になる前、ビジネスマンから多額の金銭を受け取っており、それを当局に報告していなかったことが明らかになった。すでに時効が過ぎていたため、彼は、 基礎を免れたものの、国民の不信感を払拭することができず、2000年7月13日大統領を辞職した。2005年にカイサリアにある自宅で池を引き取った。墓所は、イスラエルの歴代大統領、首相の多くが埋葬されているエルサレムのヘルツルの丘ではなく、彼の息子夫婦の墓があるハイファのオレワキ場のそばにある。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。